勝手にせえ勝手にせえ、うん、勝手にくっつけ、うん、いけいけ。多くの人は即お断りです。それはそう、それはそう、間違いない。あなたは結婚物語に絶対に来ないでください。続きまして、30代後半男性、35歳の男です。訳あって未婚ながら5歳男児を育てており、旗から見たらシングルファーザーみたいなものだと思っています。30代もしくは40代前半頃のシングルファーザーの結婚相談所の活動の仕方を教えてください。そうですね、実は自分の母親に子育てを丸投げしているとかでなければ、シングルファーザーへの女性の信頼度は高めなんですね。ちょっと人気度は高い。もちろんね、子供がいない男性に比べたら人気はないですよ。ただ子供を引き取って育ててるっていう時点で、人としては信用できる男の人だなって感じる女性はすごく多いので、事情にもねよるんですけど、なんで引き取ってるのかっていうのこれだけでは分かんないから、うまくプロフィールを書いて高望みせずにねお見合いしていけば、会う前からある程度のね信用度があるので、この人はいい人だなっていうのが、なので結婚はね意外とすぐできるんじゃないかなと思います。しかもね、自分の子でもない5歳の子供を育てている男性というだけで、私だったらなんかすごいいい人なんじゃないかって思うので、同じように多分ね感じる女性も多いと思います。頑張ってください。続きまして、40代前半女性、結婚相談所で婚活を頑張っています。年下の方とお見合いから仮交際1ヶ月半、週 1,2 回会いながら、先日とうとう真剣交際に入りました。価値観も合うし、お互い好きなようでそこは問題ないのですが、相手がかなりの奥手なのか手すらつなげていません。もはや真剣交際の申し出をしてくれたのが大拍手レベルです。私が耐えきれず、ぴったりくっついて座ったり、小さな声で話す場では積極的に耳打ちしたり、距離を詰めてみたら相手も受け付けない感じではなさそうです。私としては途中までその駆け引きを楽しめていましたが、だんだん手どころか可愛いので抱きしめたいくらいになりました。早く触ってほしい。相手のタイプが今までの自由恋愛でも会ったことのないタイプなので、どのようにアプローチしたらいいものか悩んでいます。どうしたらいいですか。可愛いですね。可愛いですね。勝手にせえ、うん、勝手にくっつけ、うん、いけいけ。これ放送される頃にはくっついてんじゃない。もうね、次行きましょう。はい、30代前半女性、結婚物語さんで婚活中、自営業地方住みです。なかなか人を好きになりづらい性格です。やっと好きになった年下の方と真剣交際に入りましたが、破局しました。お断りの理由として言われたのが、きちんとしすぎて隙がない、自分は本当は天然で可愛げのある人がタイプだとのことでした。私は甘えるのが苦手です。彼は年下で少し頼りない面もありましたが、私がしっかりすればいいかと頑張ったことが裏目に出たかと思います。早く忘れて次とは思いますが、年下の人だったり出身地が彼と同じ方に申し込まれると、会うのを躊躇するぐらいトラウマになっています。今3人の方と交際中です。今後しっかり好きになった人と成婚するためにアドバイスいただきたいです。好きを出すにはどうしたらいいでしょうか。可愛い甘え方を教えてください。ご質問ありがとうございます。好きの作り方ですが、意識してゆっくりお話しするだけでほんわかした雰囲気が出て好きになるのではと思います、うんうん、好みにもよりますけれども、ハキハキお話しする方って自分で何でもできるんだろうなっていうイメージがつきがちですので、仕事の時はハキハキでも、交際相手の前では少しのんびりを意識してみてください。可愛い甘え方ですが、お付き合いする前であれば、ふとしたタイミングで満面の笑顔を見せるだけで男性からはいいなって思ってもらえるところがかなり増えると思います。待ち合わせで彼を見つけた時とか、一緒にメニューを見てて目が合った時とか、バイバイした後に一回振り返って笑顔で手を振ったりとか、わあ、ときめくやってみてください。女性だけでなく男性も笑顔ってすごい大事だと思います。恋人になった後であれば、隣に座った時に肩にこうやって頭乗せたりとか、後ろからハグしたりとか、ボディタッチするだけで可愛い甘え方になると思います。今は彼のことが頭をよぎったりして辛いこともあると思います。ただひたすら好きになれそうな人が出てくるまで会い続けることです。無理に好きになろうとしても自分はしんどくなってしまうだけだと思うので、時間がかかってもお見合いを頑張って続けて、いろいろな人にお会いしていけば彼を超える好きな人に出会います。結婚物語の他の会員様もコツコツ頑張った先でこの人っていう方に出会って成功されています。諦めず、自分を追い詰めすぎず、いい人がいたらラッキーくらいの意識で続けて、ここぞっていう時に行動できるように準備を整えていてください。いいこと言うわ。
ありがとうございました。頑張ってください。可愛い甘え方でね。続きまして、女性、兵庫県在住27歳女性です。年収は約200万で農業関係の会社に勤めています。恋愛経験はほとんどありません。人見知りで自分の気持ちを伝えることが苦手です。背は低く童顔です。職場で初めての彼氏32歳ができました。数年前から彼の優しさ、頼りがいがあるところに惹かれていました。毎日 LINE をしている中で彼から告白されてとても嬉しかったです。しかし彼がギャンブル依存症で借金を抱えていることが分かり、1ヶ月でお別れを決断しました。お付き合いできたのは短い間でしたが、彼のことが本当に好きで別れた後も毎日泣いて、私は彼のことを理解することができなかったんだと自分を責める日々が続きました。彼にギャンブルをやめられる自信はないと言われた時はとても辛かったです。早く体の関係を持ちたかったのかなと思う日もありました。早く忘れたい思いでマッチングアプリを始めました。3人の方とお会いしました。お会いした方は本当に優しい方が多かったのです。少し離れた場所にお住まいの方でも私の住んでいる地域まで来てくれておごろうとしてくれました。でも私のためにお金を使うなんてと思い、必ず割り勘にしてくださいとお願いしました。結果なかなか関係を進めることができませんでした。アプリでは結婚については良い人がいればと設定されている方が多く、とりあえず結婚よりも彼女が欲しいという方が多かったように感じました。私がお相手にとって良い人でなかった可能性もあると思います。今年の春に体調を崩してうつ状態と診断されました。もう恋愛とか結婚とか私には縁がないのかなと思いましたが、体調が回復してきてやっぱり誰かと一緒にいたいなと思う気持ちが芽生えました。ただ初めての人と会うのは緊張してしまうし、気持ちを伝えることも下手だし、出会った男性を信じるまでに時間がかかってしまうかもしれません。こんな筋金入りのネガティブの私のような人間でも婚活はできるのでしょうか。結婚物語の会員様で同じような方はいらっしゃるのでしょうか。ご質問ありがとうございます。今は体調も落ち着いていらっしゃるっていうこと、よかったです。あなたはすごく周りの人のことを考える優しい方なんだと思います。多くの人は交際相手がギャンブル中毒だったら即お断りです。それはそう、それはそう、間違いない。でもあなたは彼のことも考えてたくさん悩んでお別れを決められたんですよね。すごく頑張って結論を出されたと思います。確かに彼も辛いことがあって、結果ギャンブルにのめり込むしか方法がなかったのかもしれないです。ただそれはあなたが背負うことではなくて彼の問題です。お別れしたのであればなおのこと気にすることではありません。ほんまにそう。マッチングアプリで次の恋を探されようとしていること、すごくいいことやと思います。ただ人を理解するのってかなり難しいことです。どんな経験をしてどんな風に感じてきたかなんてもう人にしか分かりません。人を理解するのはエスパーでもない限りできないと思っておきましょう。理解ができなかったとしても寄り添うことはできます。怒ったことに対して辛かったねってお話聞いてあげるだけでも助けになることもありますし、相手のことを思ってできることを全力でしたのであれば、あとは相手が考えることです。自分に責任を負いすぎないようにしてくださいね。ただ自分のことは自分で本音が分かりますから理解してあげることができます。自分のことを理解して信じて愛してあげてからじゃないと、相手がどんな人だったとしても好きになったり信じることってできないんじゃないかなって思ってます。相手からの好意を疑って優しさをはねのけられると相手も辛く感じますよね。自分を信じることができれば自分の選択にも自信が持てますし、相手からの好意も受け取ることができるようになります。朝起きたら鏡に向かって、私かわいい、今日も頑張って起きて偉い、自分を褒めることから始めてください。婚活はアプリよりかは穏やかな人とか優しい人が多いと思います。時間がかかっても私たちは全力でサポートしますから、信じてみたいって思ったら飛び込んでみてください。はい、頑張ってください。いろいろありましたね、本当にね。今から幸せがありますよ、そんだけ辛いことあったらね。はい、続きまして30代前半の女性です。はじめまして、現在34歳大阪在住女性です。仕事は医療職で、現在は本格的に婚活するためにパートにしています。外見は良い時は西野七瀬さん、A 倉奈々さんなど言われます。恋愛経験は少ないです。元彼とは28歳から32歳まで付き合い、結婚しようと思っていましたが、彼のお母さんの性格が悪すぎて別れました。現在、別の結婚相談所に所属していて3ヶ月です。今まで10人くらいお見合いさせていただき、プレ交際、仮交際ですね、一人進んでいましたが、お断りしようと思っている状況です。今までお見合いに進んだ方は、ほとんどあちらから申し込んでいただいた方でした。一人だけ自分が申し込んだ方がいたのですが、プレ交際は断られました。私は進みたかったです。結婚相談所に入会すればすぐに結婚できると思っていたのにうまくいかず、もうすぐ35歳なので、焦りと不安と焦燥感がすごいです。
自分って本当は価値のない人間なんだなとか、これだけ自分から申し込んだ人に断られると、元彼と結婚できていればこんなことにはならなかったのに、あいつのせいだ、私の大切な時間と若さを返せと恨みつらみが出てきたり、どんどん暗い方へ考えてしまいます。カウンセラーさんからは、私にいいねをつけてくれている人は50人以上もいる、あなたが結婚できなかったら誰ができるの、もっと自信を持ってとも言っていただけます。おかげで前向きな気持ちにもなれるのですが、でもどうせ私が申し込みたい人には断られるし、あとちょっとで35歳になるしと、ネガティブな気持ちも出てきます。若い頃は結構綺麗だとか美人だとかもてはやされてきました。白馬に乗った王子様が迎えに来てくれると思ってました。それが前の元彼でした。28歳で出会った彼は、顔も性格も年収も身長も全部私のタイプでした。ですがもう35歳に差し掛かろうとしているので、そんな過ぎ去った過去にすがっても仕方がない。前を向いて目の前にいる男性に向き合い、申し込んでくださった方と幸せになることを考えていくべきだって分かってはいるんです。でもそれができない、それができないから、こんな気持ち悪い文章をここに書き殴らせていただいてます。今から結婚物語さんに移籍したい気持ちもあります。でも今の相談所に払った入会金が無駄になると思い、このまままずはここで頑張った方がいいのでしょうか。私の何がいけないんでしょうか。なんで申し込んだ人に断られてしまうのでしょうか。私って性格ブスですか。会い続けていれば私は変われますか。ダイエットや外見磨き、また結婚物語さんのブログで紹介されていた本も何冊か読んだり、自分なりには努力しているつもりです。でもまだまだ努力が足りないんでしょうか。やっぱり34歳だからなんでしょうか。どうしたら変われますか。私にも幸せな結婚ができるでしょうか。こんな私を本音でぶん殴っていただけませんでしょうか。はい、ということでね、長い。まずあなたは結婚物語に絶対に来ないでください。いいですか。私の何がいけないんでしょうか。なんで申し込んだ人に断られてしまうんでしょうか。え、本当にわからないんですか。あなたが高望みだからです。28歳でね、付き合えた相手と同じような人と34歳で出会えるわけがない。もうあなたが高望みなんですよ。それだけです。あなたはね、もう高望みが治ったら多分ね、すぐ結婚できます。絶対今のね、結婚相談所で頑張ってください。結婚物語に来ないでください。なぜかわかりますか。高望みを自覚するのはね、とても辛いことです。今私にね、高望みですよって言われても、今からあなたの心の中にね、ほんまにそうやなってなるまでにはかなり時間がかかります。あなたがね、現実をちゃんと見られるようになるまでは、苦しくて苦しくて仕方がない時間を今からね、過ごすことになると思います。そんなあなたを今の結婚相談所のカウンセラーさんは絶対に支えてくれます。あなたに、あなたが結婚できなきゃ誰ができるの？もっと自信を持ってって言ってくれるカウンセラーさんです。本気であなたを素敵だと思ってるからそういう言葉が出てくる。彼女はあなたを性格ブスだとは絶対に思ってません。カウンセラーさんがね、自分の結婚を心から信じてくれていて、婚活が辛いのに、そのカウンセラーさんと話すと前向きな気持ちになれる。それはもうね、素晴らしいことです。結婚物語に入れば今よりたくさんの会員に会えるとか、そんなちっぽけなことよりもよっぽど素晴らしいことです。高望みの人が結婚できる方法って2つしかないんですよ。1つ目が現実を受け入れて条件を広げること、2つ目がとことん会いまくって希望通りの人に好かれるまで婚活を続けること。どっちにしてもね、きっとものすごく時間はかかります。でもその時間をあなたの今のカウンセラーさんは絶対に支えてくれます。本音を言うと、我々はね、あなたにね、結婚物語に来いって言った方が儲かりますよ。本物はね、うちに来たらどうですか、もっといっぱいの人に会えるから高望みも叶うかもとかね、言った方がいいかもしれないけれども、でもね、あなたの結婚は話を聞いている限りきっとね、今の相談所にあります。だから今の相談所でそのカウンセラーさんと一緒に頑張ってください。応援してます。続きまして、31歳男性、年収330万、大卒、身長174センチ、体重60キログラム、顔は中レベル、都内在住です。最近結婚を意識し始め、お相手は30歳から35歳ぐらいで、同じく関東近郊で正社員として働いている方がいいなと思っています。子供は希望しておりません。恋愛経験は学生までで、現在までマッチングアプリなどもやっておりません。結婚相談所に入会した場合、この希望条件でお見合いを決めますでしょうか？高望みしなければ全然組めると思います。31歳で相手35歳まで OK なんですよね。4歳上まで OK。しかも都内在住だから女性はすごく多いし、身長174センチで顔中レベルで大卒やったら結構いい感じちゃうかなと思うんですよね。で、年収330万かなり低いから相手からの申し込みあんまないです。自分から行かなあかんけど、実はね、男性と女性比べると子供希望しない女性っていうのは多いんだけど、子
子供を希望しない男性ってほとんどいないんですよ。だからその子供を希望していないっていう一点でちょっとねニーズはね多いかなっていうのがあるので、まあ330万なので相手からの申し込みは期待しないで、子供を希望しないって書いてる都内の女性にガンガン行ったらねいいんじゃないかなと思います。年下のねイケメンから申し込み入ってきたら多少年収低くてもいいわっていう女性もね多いと思うので、写真もしっかり頑張って撮ってください。よろしくお願いします。続きまして57歳の女性です。今 IBJ のみの結婚相談所で活動中です。昨年の6月から活動してますから、あっという間に1年が過ぎました。お見合いはまあまあ申し込みをいただけていて、自分からの申し込みもまあまあ成立します。でも仮交際になってそこからがなかなかうまくいきません。お見合いでは気づけなかった生理的に無理な癖やケチだなぁと感じる行為があって断ってしまいます。自分が良いなと思った場合には結婚生活がイメージできなかったですと何度かお断りをいただいています。今のカウンセラーさんは申し込む方の年収を下げましょう、減点方式ではなく加点方式にしましょうというアドバイスで、どんなに写真と全く違うおじいちゃんでも良いところが一つでも見つかれば仮交際希望を出していましたが、どうしたら結婚できるのか本当に悩んでばかりです。アドバイスをください。これが分かればみんな苦労せんねんけどな。まあまあ組めてるんでしょ。自分からの申し込みもまあまあ成立するんやったら、めっちゃ高望みではない気がしますね。でもいいと思った人に断られるっていうことは外見レベルとかコミュニケーションのレベルがちょっと足りないのかもしれない。だからライバルがいるんでしょうね。もっと若いもっと可愛いライバルがいるかも。次どの層を狙っていくかですよね。それを考えないと一概には言えないけど、本気よくやるしかないでしょうね。 IBJ だけで人数足りるかなっていうのはある。まあ57歳ですからね、うん、そもそも人数があんまりいないですよね、うん、お申し込みもたくさんしなきゃいけないと思いますね。もしねもう今のところで煮詰まってしまったら、うち3つ連盟入ってるから、うん、もうちょっといろんな人会いたいわと思ったらね、3つの連盟に入ってるうちに来てもらってもいいかなと思います。中高年多い連盟もあるしね。そうですね、はい、続きまして女性。結婚相談所に登録する人は T さんがそりゃ結婚できないよねと思うような人が多いですか。正直に教えてください。正直にね、はい、弊社では今まで本当にあれな感じの人たち、それこそ最初はこの人絶対無理ちゃうっていう人たちが過去に結婚してしまったんですよね。だから基本的にスタッフ全員誰でも結婚できるやろっていうのはあります。そりゃ結婚できないよねって思ってる人がうちではバンバン結婚していくので、誰でも結婚できるやろうとは思っています。ただ性的な魅力があってさらに結婚に向いてそうな人っていうのは当然若いうちに刈り取られるので、誰が見ても素敵な人っていうのは年齢が上がれば上がるほど少なくなってくるとは思います。ほんで人によってやっぱね年齢でも違って、40代でもずっと仕事を握ってきてやっと落ち着いて今から婚活っていう人はまともな人が多いんですよ。でも20代でも5年婚活してて婚活できひん変な男ばっかりやみたいな人ってやっぱりね、ここはなおさんと結婚しづらいぞみたいなそういうとこあります。結婚という目的に向かって何年も頑張ってるのにそれを達成できてない人は何かしら問題があるなとは思います。分かりやすく言うと、大学受験に5年落ちてる人がいるとしたら、自分の力に見合わない大学を受け続けてるか勉強の仕方が間違ってるかですよね。婚活を続けてうまくいってない人はやっぱり高望みすぎるか、異性に求められる見た目や会話を全く勉強できてないかっていう感じることは多いですね。ただそういう人たちもいろいろ経験して考え方が変われば普通に結婚していくので、我々は今のこの考え方やったら結婚できへんでって思うことはあっても、この人は一生結婚できないだろうって思うことはないですかね。はい、参考になれば幸いです。続きまして女性。歯並びが気になっており歯列矯正を検討しています。ミドサー女子、ルックスは普通の場合歯並びが悪いのはやはり不利でしょうか。ご質問ありがとうございます。歯列矯正を検討されているのですね、気になる点っていうのは人によって様々ですので、全く気にならない人もいれば歯科関係の仕事をしていたりとか自分が矯正をしていたからなので歯に磨いてしまう方もいらっしゃいます。確かに自分綺麗にしてる人相手の歯ガチャガチャやった言う、自分が気になるのであれば矯正はいい選択肢やと思います、うんうん、歯が綺麗になるからモテるっていうことじゃなくて、で自信を持って笑えたりとかお話できるっていう意味でプラスに働くとは思います。なるほど、ありがとうございます。続きまして女性。婚活で出会った男性の毛深さが受け入れられません。
脱毛してほしいと思うのですが、どのタイミングでどのように言うと傷つけられずに伝えられるでしょうか。ただ脱毛してくれたからといって好きになれるとも限らないなという状況です。教えてください。これはね、言ってはダメです。ここさえ直してくれたら好きになれるっていうので、本当にね好きになれるんだったら言ったいんだけど、もしね彼が大金をかけて脱毛した後にやっぱり好きになられへんっていう可能性もあるってことですよね。逆にあなたも嫌だと思うんですよ。例えば好きな人に10キロ痩せてくれたら好きになれるって言われて、めっちゃ頑張って時間かけてご飯も食べずにね痩せた時にやっぱり無理やわって振られたらめちゃめちゃショックやと思うんですよ。なので言っていい時があるとすれば、彼があなたが大好きです、あなたと真剣交際に入りたい、そのためなら何でもしますって言ってきた時に、そのね毛をなんとかせっていうのを出す、それをやったらギリ OK。 ただね、そもそもね脱毛って時間がかかるものなので、あなたがね毛さえなければ真剣交際できるっていう状態でないなら、もうお別れした方がいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、女性、こんにちは。御社の素晴らしいプロフィール文は豊田さんがほとんど書いてくださると聞いたことがあります。対面できない方々のプロフィールはどのように書いているのでしょうか。プロフィール作るときは会員様にかなりたくさんの質問をして、それに回答してもらった文章と、お見合いに行くときの服装、髪型、メイクで話している動画の自撮りを送ってもらい、それを見ながら作っています。もちろん面談したスタッフの意見を採用することもあります。その上で、自分ではこんな性格ですって言ってるけど動画からは違う印象を受けるなとか、プロフィール文で明らかにここが矛盾しているという点があれば、会員様とどう書くか相談します。でプロフィールができたら全文をもう一回会員様にチェックしてもらって、さらに修正を重ねて完成です。はい、ということで次に行きたいと思います、はい、女性、40歳バツイチこなしです。 JTC 勤務で年収500万から600万です。一人暮らし22年、基本自炊で BMI17 から18、すごい。アプリをメインで活動しています。アポで無言になって困った経験はなく、誰とでもそこそこ話せます。高望みをやめろ、妥協しろと完全に言われる属性です。高望みを諦められないなら自分のレベルを上げろと言いますが、具体的に自分のレベルをどう上げていいのか分かりません。外見以外の要素でレベルを上げるには何を頑張ればいいのでしょうか。外見もメスを入れる整形以外は気を使っています。この人結婚もしてるし、細いし、40歳で BMI17 ってすごいし、綺麗な人なんでしょうね。コミュ力もある。でもなかなか40歳の女性をアプリで会えるような男性が結婚相手として選ぶかって言ったらちょっと難しいとこですね。そうね、うん、どうしたらいいんやろ。これはアプリでっていう場合のこと？逆になんかちゃう場所行ってもいい気しますよね、うん、そうね、うん、アプリやったらそもそも結婚したい人があんまりいないから、男性が遊ぶには好都合よね、一番、うん、だからフィールドを変えるっていうのは一つ、相談所を視野に入れるっていうことがものすごくいいんじゃないかなと思いますけどね。でもどう？だってアプリで高望みをやめろって言われるレベルやったら、うん、アプリの方が絶対いい男には会えてますよ。難しい。結婚難しいでしょ。結婚はできひんと思う、多分今のままやったら。でも結婚相談所に来ていなければその時やめればいいわけだから。結婚相談所に来たら自分が本来結婚できるレベルの相手は分かると思うので、うん、高望みやって分かってて、でもまだ腑に落ちてないんやったら、一回結婚相談所に来てガツンとやられるっていうのは大事かもしれない。ガツンとやられないかもしれないですね。顔見てないし、まあすごい可愛かったらもしかしたら年下から来る可能性もある。そうそうそう、可愛いけど天然ちゃんで遊ばれてるっていう可能性もなきにしもあらずだから、全くこれだけの条件じゃわからないけど、結婚がしたいんだったら結婚相談所で活動もしてみるべきだとは思う。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、女性、20代後半です。年収400万、公務員、東海地方の都会です。お申し込みは月5人から10人程度、お見合いの成立率は 2,3 割です。結婚相談所に登録してもうすぐ2年、30人以上と会ってきましたが、異性として惹かれる人がおらず、いつも自分からお断りしてしまっています。面食いの度合いも高めなのだろうと思っています。今まで異性として誰かを好きになったことがないのですが、結婚したいという気持ちはあります。どうしたら結婚したいと思える相手に出会えるでしょうか。助言をいただけたらありがたく思います。かなりのお見合い成立率やね、すごいな。会うしかないでしょ、これだけ会えてるんだから、うん、まだ30人って少ないと思うから、20代後半でしょ、100人会わないとね。そうですね、面食いの人でもめちゃめちゃ会ったらいい人出てきますからね、うん、そう、面食いの人はだいたい時間かかるから。30人じゃダメだな、50人で1人出てくるか出てこないかぐらいじゃないかなと思いますね。うん、頑張ってください、はい。
続きまして、男性35歳、職業税理士で年収700万、26歳までプロダンサーで下馬で引退しました。30歳までフリーターと税理士受験生という不安定極まりない人生を歩んできました。おかげで35歳のくせに貯金も300万円しかなく、婚活女性にドン引きされそうで活動に踏み切れません。こんな不安定な私にも本当に需要はありますでしょうか？ご質問ありがとうございます。プロダンサーさんから税理士さんって全然違う方面で資格取られていて、すごいすごいですよね、うんうん、プロダンサーから税理士って両方に才能があるのすごいですね。年収も高めでお仕事もしっかりしているし、さらに前職がプロダンサーっていうことは色気は同年代よりありそうみたいな、うん、見られる仕事ですもんねダンサーってね、うん、もう多分人気が出ると思うので、貯金額は気にせずに婚活を始めてみてください。はい、頑張ってください。続きまして、男性リンクス希望で婚活している20代後半男性です。子供が欲しいというわけではありませんが、性欲自体はかなり強いです。どれくらい強いのか話すと R18 の動画になるので言えませんが、めちゃくちゃ強いです。夫婦の夜の営みイメージについて仮交際中にお話しするのはタイミングとして早いでしょうか？かといって本交際中に話して条件として合わないとなるのもお相手に申し訳ないと思っています。ご質問ありがとうございます。まずリンクス希望の20代後半男性ということで、需要はかなり高めだ。そうですね、子供を産みたくない女性がねいたら大人気ですよね。交際になってすぐに話すのは早すぎますが、相手が聞いてきたりだったりとか、真剣交際の話が出たら伝えていいと思います。私この方の条件として合わないとなるのもお相手に申し訳ないという言い方がとっても優しいなって思いました。真剣交際に入ってから性欲の話をしてた時に、自分の条件と合わないと困るとか、性欲が弱い相手だと困るっていう考え方じゃなくって、お相手が性欲がない方だった場合、お相手に申し訳ないって考えられる思いやりのある方なので、きっと性欲もあって素敵な女性に出会えると思います。はい、頑張ってください。続きまして、女性8月で37歳、現在アプリでゆるく婚活中、いい方との出会いがなければ1月から結婚物語で活動を検討しています。それまでに戦闘力を上げるには何をしたらいいですか？お金はかけるつもりです。質問ありがとうございます。はい、今から挙げられるステータスっていうのは、外見とコミュ力とメンタルの部分だと思います。外見はパーソナルトレーニングで健康的な体作りをしておくと、メンタルも自動的に上がっていくのでおすすめです。ボクササイズとか習ったら、ムカつくお見合い相手とかがいたら頭の中でボコボコにするなどして自分の機嫌を取りやすいですよ。コミュ力については、幅広い話題をキャッチできるよう常にアンテナを張っていくっていうのが大切だなと思ってて、ニュースを読んだりとか本を読んだりしてもいいし、会社とか家族など練習できそうな人に対して相手の反応を見ながら受け答えすることで、お見合いの時とかデートの時にお相手が何を考えているのか、何が欲しいのかなど察知できるようになる練習をするのがいいと思います。顔色をうかがうんじゃなくて、どんな人にはどんな話題が刺さるのかというのを身をもって体験していくと、いざっていう時に引き出しが多くって話しやすい人だなって思ってもらいやすいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、男性会員です。30代前半です。仮交際から真剣交際になかなか進めず苦労しております。カウンセラーの方や交際していた方からは優しいと言っていただけるのですが、いい人止まりになっている気がします。デートプランは積極的に提案、デート代は多めに出す、話を聞いて共感するなどはしています。ボディタッチについては3回目デートまでは全く触れないように意識しております。 1,2 回目デートでできそうなアクションありましたら教えていただきたいです。セミナー受けたら、いや本当そうですよね、うちの会員さんはセミナー無料やけど受けてるかな、これ 1,2 回目デートでできそうなアクションってセミナー無料で受けに来たらめちゃめちゃ教えるけど、セミナーはそれをメインでやってるから、セミナー受けに来てください。はい、誰ほんまに冷たいな所長がセミナーやるから、無料です、2時間やるから、2時間マンツーマンで喋ります、テキストも差し上げます、予約取ってください。はい、予約取ってください。はい、続きまして、女性30代後半です。現在 IBJ で婚活中です。仮交際から真剣交際へ進む勇気覚悟がありません。ありがたいことに相手は真剣交際に進みたいと言ってくれていますが、勇気が出ない理由は、1、人として好きですが異性として好きという気持ちが今はない点、2、IBJ 婚活をして最近入籍した先輩が早速結婚生活や相手への不満を言っており、 IBJ 婚活のスピード感に不安を感じている点、先輩の不満の内容は性格面での相性が悪いという話で、
私だったら耐えられないかもと思うレベルです。交際期間中に気づかなかったのかなとも思うのですが、当事者の先輩としては早く婚活を終わらせたかったとのことです。ただ結婚をしただけという感じで、独身の頃よりも先輩はイライラしていて愚痴を言っています。そのような話を聞いていると、正直なところ失敗したくないと思ってしまい、私自身相手を見る目が厳しくなっていると思います。担当なコードさんからは、決めるのはあなたですと言われます。全くその通りですが、決断力がなく決めきらないので悩んでいます。よく SNS で見るように、決まる相手であればトントンと迷うことなく進めるのではと思う反面、アラフォーという自身の年齢や婚活戦闘力を鑑みると、今後私と真剣交際を考えてくれる方と出会える自信もありません。どうしたらいいでしょうか。真剣交際入らなくていいと思うけど。入らなくていいか、うん、いや例えばね、他にお見合いもありません、仮交際してる人見ません、彼だけですっていうんであれば、真剣交際入ってしっかりと白黒つけるっていうのはありかもしれないけど、うんうん、他に例えばいますとかであれば、別に真剣交際入らなくてもいいと思う。真剣交際入るときはこの人も言ってるけどトントン拍子で、どうして彼真剣交際言ってくれないのかな、私待ってるのにっていう気持ちになったときが真剣交際入るときだと思うから。確かにそう、その人とはまだ出会ってないんだと思う。だからお見合い何回したかは分からないけど、もっと頑張って会っていくのが大事かなと思います。今彼しかいなかったら真剣交際入ってみて彼をよく知るっていうのもありかもしれないけど、他にもいるんだったらもう終了しましょう。はい、解散。解散。